ットゲートが開きます。人が出てきます。今宮ハンター、上原ハンター、君なら松浦ハンターに矢田ハンター、水篠ハンター。ゲートが消えました。まさか生存者は皆さんだけですか。下級ハンターだけが戻ってきただと。帰ろう、家まで送る。お待ちください、少しお聞きしたいことがあります。今日は疲れましたので。我々は今回9人ものギルド員を亡くしました。責任者としていくつかお話を聞かなければなりません。残りの3人を助けたのは俺です。責任者なら先に礼を言うべきじゃないんですか。失礼しました、申し訳ございません。私にあんな態度を見せるとは大した度胸だ。お気をつけて。お疲れ。今はこの探検でよしとしよう。もしもし、朝比奈さん、迎えに行くからマンションの前で待ってて。ん？朝比奈さんってもしかして。わざわざすいません、瞬間。おはようございます、隊長。あの後少しは寝れた？一睡もできませんでした。瞬君は寝れましたか？俺は横になったけど、あんまり。夜一睡も？疲れた。水篠さん、朝比奈さんは未成年です。だったら。あ、いえ、何でもありません。やるか。フレイムスピア。これで終わりだ。すぐに終わらせてやる。死ね、そこだ。先行の一撃。テティスの怒りに飲み込まれろ。天空の一撃。丸見えだ。無駄だ。これで終わりだ。すぐに終わらせてやる。違う。フレイムスピア。テティスの怒りに飲み込まれろ。赤羽の流意識楽ね。つまらない相手だな。消えろ。すぐに終わらせてやる。つまらない相手だ。やるか。やるか。フレイムスピア。これで終わりだ。
軽く走るか。テティスの怒りに飲み込まれろ。フレイムスピア、これで終わりだ。違う、無駄だ。死ぬ。テティスの怒りに飲み込まれろ。先行の一撃。死ぬ。休ませないと。こっちの番だ。途絶えた。先行の一撃。赤羽の流意識落馬。つまらない相手だな。消えろ。テティスの怒りに飲み込まれろ。悪くない戦いだった。じゃあやるか。やるか。フレイムスピア、砕けつけ。そこだ。すぐに終わらせてやる。待て、嫌な予感がする。洞窟が崩れてます。来た道を戻るぞ。軽く走るか。悪くない戦いだった。効率的に攻略しないとな。ゲートがどこに繋がっているかは入ってみないとわからない。こんなに寒いならもっと着込んでおけばよかった。これで終わりだ。そこだ。丸見えだ。捕らえた。死ね。砕けろ。砕けつけ。切り刻んでやる。フレイムスピア。
く。丸見えだ。無駄だ。先行の一撃。ますます泣いた。つまらない相手だな。消えろ。そこだ。こっちの場は遅い。砕けろ。フレイムスピア。悪くない戦いだった。普段と同じようにしてくれ。やるか。フレイムスピア。くらえ。これで終わりだ。逃がすか。悪くない戦いだった。普段と同じようにしてくれ。経験値が稼げそうだ。軽く走るか。すぐに終わらせてやる。そこだ。死ね。
遅い。テティスの怒りに見込まれろ。赤田流意識落馬に砕けろ。死ね。フレイムスピア。赤羽流意識落梅。遊びはここまで。つまらない相手だ。消えろ。すぐに終わらせてやる。フレイムスピア。赤羽流意識落梅。砕けろ。つまらない相手だ。それじゃ、行こう。ウォーミングアップでもするか。くらえ。そこだ。フレイムスピア。砕けつけ。つまらない相手だな。消えろ。ガレッ。フレイムスピア。テティスの怒り。赤羽流意識落梅。うちの番が途絶えた。フレイムスピア。すぐに終わらせてやる。テティスの怒りに見込まれろ。俺で砕けろ。先行の一撃。ガレ。ガレ。フレイムスピア。つまらない相手だな。消えろ。すぐに終わらせてやる。死ね。遅い。テティスの怒りに飲み込まれろ。悪くない戦いだった。
さて、始めるとするか。やるか。フレイムスカー！くらえ！切り刻んでやる。軽く走るか。くらえ！これで終わりだ。そこだ。向こうの一撃。これで。こっちの番取られた。すぐに終わらせてやる。逃がすか。せっけん。砕けろ。フレイムスピア。切り刻んでやる。つまらない相手だな。消えろ。すぐに終わらせて。無駄だ。テティスの怒りに飲み込まれろ。まだ見えだ。遅い。すぐに終わらせてやる。逃がすか。死ね。テティスの怒りに飲み込まれろ。捕らえた。砕けろ。つまらない相手だ。じゃあやるか。ここが最後のゲート。無事にクリアできたらハンターとしてシュン君に一歩近づける。砕けつけ。そこだ。こっちの番だ。捕らえた。フレイムスピア。これで終わりだ。切り刻んでやる。先行の一撃。テティスの怒りに飲み込まれろ。これからの計画は？簡単な筆記試験を受ければギルドマスター免許が取れるんで、それ持って父に話をしてみるつもりです。水篠さんはこれからどうするんですか？しばらくは連絡つかないと思う。水篠さん、僕のこと面倒に思ってるなら正直に言ってください。諸菱君、俺のことどう思う？僕には兄が一人います。兄弟で何かをしたことってあんまりないんですけど、水篠さんが僕の兄貴だったらなって思います。それなら今日からお前は俺の弟だ。水篠さん、ハグしてもいいですか？おい、いつの間にそんな酔ったんだよ。
大きな事故があったようですが、詳しくご説明ください。上級ハンターが亡くなったにもかかわらず、下級ハンターが生還したというのは本当ですか？何かご存知ですか？事故が起きたのは事実です。助力者は確認できませんでした。質疑応答は以上とさせていただきます。助力者、今のって俺のことだよな。諸菱ギルドを任せてほしいだって？そうなんだ父さん。静かにお入りください。レッドゲート事件の生存者の一人、松浦良平ハンターだ。あの日誰がいたのか息子に話して聞かせてやってください。はい、高校生くらいのハンターと水篠俊ハンターがいました。私が実力あるハンターに興味を持っているということは知っているはずだ。協力者がいたという噂があるのだから調べないわけがない。お前の攻撃隊のメンバーの票の中にもその人物の名があった。違うか？その通りです。でも僕に諸菱ギルドを任せてください。うん、分かった。お前にギルドを任せてみよう。え、なんで？お前が言ったのだろう。外部の人間にギルドを任せるのは危険だと。その水篠というハンター、うちに連れてくることができるか？頑張ってみます。悪くない戦いだった。